内山田でごございいままますす退任にあたたりましてて一言ご挨拶をさせていただきます私事になりますけれども私あの少年の頃から大変車が好きでして中学2年の時に将来大人になったら自動車会社に入って自分が企画した車を世の中に出したいと思ってずっと学生時代を暮らしておりました。 そして年間かなってトヨタ自動車に入社することができましてさまざまな開発に携わってくることができましたしまた初代プリウスを世の中に送り出すという本当に自分の子供の頃の夢を実現することができました改めて入社以来54年間を一言で 表してみまますすとととそれは感謝ということにつきます私を育ててくださいました職場の先輩上司の皆さんそして一緒に仕事をやってくれた同僚後輩の皆さんまたさまざまな開発の機会を与えてくれたトヨタ自動車という会社、まあ、こういうものに 大変感謝を申し上げたいといいとうふうに思います役員になってからの25年間は前半は会社のグローバル化でしたそして後半は構造改革豊田社長時代のリーマンショックに始まって米国のリコール問題そういう状態からのトヨタ自動車そのものの復活 を遂げるための奮闘、まあ、こういうものをすぐそばで見ておりましたしまたあの応援もしてまいりましたおかげさまで現在のトヨタは危機対応も含め将来の技術開発研究開発投資設備開発投資もすべて自己資金で賄うことができる状態に なっておりま,すまあこのことが我々が中長期的な視野に立っていろいろ経営判断をするあるいは目まぐるしく変化する環境に対して素早く投資などの判断をするそういうことができる大きな要因になっております。そそして何よよりもううういうことを我々ができるように 心温かく励ましてまた支えていただいた世界中のお客様そして本日この会場におめえになる方をはじめとする株式の皆様こういう皆様の応援で我々は今のいろんなことができているというふうに思っております。今年は大きく会社の体制が変わりますどうか 新体制の皆さんに対してもですね引き続き今まで同様のご支援応援のほどよろしくお願い申し上げます本当に幸せなトヨトマン人生でしたありがとうございましたミスタープリウス内山さんは未来への挑戦を車で体現した偉大なエンジニアでありましたそして私にとっては いつもニュートラルな立場でアドバイスをくださる最大の理解者であり尊敬する人生の先輩でもありましたもっといい車作りを一番応援してくださったのも内山田さんでした内山田さんが負んは私が社長になる前は同じ副社長の先輩として社長になってからは技術担当副社長や会長として 常に私をサポートしてくださいました。やんちゃな弟を優しくサポートしてくれる兄の存在だったように思います。この場をお借りして感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。内山田さん、25年間取締役としてトヨタの経営をお支えいただき、本当にありがとうございました。